どうも、影丸です。アイデンティティ5第五人格実況プレイやっていきたいと思います。来ちゃった。ついにこのゲームを実況プレイ動画としてあげる時が来てしまいましたね。私、何を隠そう、このゲームですね、配信が開始されてから約1年ほどね、普通に個人的に遊んでたんですよ。ただ動画にはしなくて、ただね、僕ね、動画にしなかったこと後悔したね。結構ね、面白い動画がね、世にはびこってしまいまして、僕もやりたかった、その波に乗りたかった、そんなこともありつつ、もう今回はね、久しぶりにちょっとやろうかなと思って、1周年ちょっと過ぎたんだよね。で、僕途中からね、多分調香師とかが出たあたり、ギリギリ夢の魔女とか被ってないあたりから、他のいろんなゲームにちょっとハマり始めちゃって、このゲームから離れてたんですよね。で、まあ、最近ちょっと、これからちょっと僕が気になるコラボが来そうなこととか、いろいろ加味しまして、ちょっと改めて力入れようかなと思ってて。で、せっかくならちょっと動画にしちゃおうかなということで、まずはね、今回お試し版ということで、まあ、どれぐらい視聴者さんが僕の第五人格に興味があるのかっていうのも、まあ、測りたいということで、ちょっとお試しでね、まあ、2、3試合やっていくのを見せていけたらなと思います。ということで、こんな可愛い、なんかね、みんなキャラクターが金魚すくいやって、猫ちゃんが金魚食ってるっていう、ちょっと、一見可愛いけど、よく見るとおぞましいこの光景、そんなところに包まれながらやっていきましょう、第一戦。さあ、というわけで第一戦やっていきましょう。初動画、初第一戦。ここか。遊園地。さあ、今回僕が使っていくのはですね、なんと機械技師にございます。機械技師はね、僕は、あ、ちょっととりあえず挨拶しとこう。どこが挨拶なのか。僕はね、一番使ってたと思うんですよ。正直ね、どういう特性とか、ちょっとね、細かいところまでは正直あまり思い出せない。そこはもう許してもらうしかない。そこは許してもらうしかないです。うい。真ん中は打てない。まあそういうこともある。お、早速石がやられた。どこでやられた？あっちか。あ、雲だ。雲か。まあ、雲ギリギリ僕被ってますね、やった時期には。とりあえずここの暗号解読やっていいでしょう。一応人形を使ってダブル解読する方もいると思うんですけど、僕は一応自分結構ね、追いかけられると苦手なタイプなんですよ。追いかけられるとチェイス10チャック捕まっちゃうタイプなんですぐに。だから解読失敗するじゃないですか、人形って。だからね、使わないようにしてます。ちょっと危ないなってなったらどっかに出しといて使うみたいな感じにしてますね、いつも。いつもって言ってももう半年以上前なんですけど、やったのは。そういえばこの、僕さっきゲーム始めた頃に、始めた頃っていうか配信が開始された頃にやってたって言ったじゃないですか。その多分、証拠になるかなと思うんですけど、この鳥さんね、僕ずっと気に入っててこの子ばっかり使ってるんですけど、この子と何だっけ、柴犬の子を交互に使ってるんですけど、この白い鳥さん、この子確か配信されて数の時のキャンペーンなんでね、今も手に入るのかな、それはちょっとあんまりわかんないんだけど、意志がやばいけど、一人助けに行ってるから、とりあえずちょっと解読に集中した方が良さそうだな。いけそうだね、ここは解読できそう。1個もうすでに解読されてるから、ここももう1個で OK、チェックメイド。さあ、アイテムを見ないでいいな。あげとくか。いや、いいな。石さんやられちゃったか。ごめんなー。あー、ごめんとかないのか、畜生。あと解読機のね、場所もいまいち実は覚えてないんで、この辺なかったっけ。ねえな。あ、こっちになんか1個あった気がするな。あ、ここに1個あんのか。違うわ、あん中に1個あんな。だっちに雲がいたから、あ、やるね、やれるわ。いけそうか。妻子捕まないでくれよ、まだ。あ、ハチそこにあるね。ハチ覚えとこう。最悪の手段ね。最悪の場合はね。いや、なんかね、正直動画、あっちに逃げてるね。正直ね、やっぱ動画とかだと、みんながどういう反応、僕のプレイに対してどういう風な感想を抱いてくれるかっていうのが分からなくて、助けに行かないのをね、白状と思われてしまったらちょっとかなり悲しいんだけど、このゲームはね、逆に言うと、変に助けに行くと逆に恨まれる可能性があるから、最後の一人でもね、逃げた方が意外と好感も出たりするんだよな。特に今、ハッチ見つけてるか、あー、やられたか。ちょっと解読、様子見つつだな、ここは。いやー、助けに行きたい。調香師何してっかな。正直、俺より調香師の方が逃げやすいから助けに行けると思うんだけど、半分超えたね。いや、ここ解読終わったら人形で助けに行くか。あー、なるほど。あれだ、居残りさんタイプね。なんて言うんだっけ、ほら、椅子の前でさ、ずっと待ってる人いるやん。解読加速した。いやー、これはやるべきだな。
解読しとくべきだな。いや、これこっち来てる。一回逃げます。いや、ちょっと下手くそ。やばい、ちょっと待って、下手くそ。待って、やばいやばいやばい、久しぶりすぎる。あ、レオだ。ちょっと待って、久しぶりすぎるって。やばい、最初助けに行こうと思ったけど無理か。あ、追いかけてこないかも。あ、でももう一人が言ってくれてる。ナイス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 。ちょっと待てよ、ここないもんね。あえて音立てて、ちょっとこっちにも気を揺らしたい。よしよし、妻子救助ナイス。あ、ここは、ここ行けるな。ここ行けるんちゃう。でも最近なんかわかんないんだけど、このバチバチなんなの、このバチバチ。解読加速してるってことなのかな。そろそろ人形出しとこうかな、この辺に。まず人形出しとこう、この辺に。俺のこの人形の使い方がね、合ってるかどうかも正直わからないんだよな。待て待て待て、ちょいちょいちょい、隠しとこう。で、カイト君に集中して。いいね、この。あ、また妻子やられた。これは妻子見捨てるしかねえかな。あそこかい。いやー、どうだろう。でもギリギリまでカイト君集中したいな。あそこ俺が一個結構進めてたやつはどうなったんだろう。誰かやってくれてないな。さっきからずっと2個だったよね、確か。いやー、妻子飛ばされた。頼む。ただハッチの場所わかるから、あと解読加速してるから、ここは死守してえな。ただこう、おお、ここに隠したからあんまり。どこいる。おいおいおい、いやー、当たんなかったか。むしろ俺が当てられた。クソ、夜になっちゃった。何この夜。あ、危ない、あそこ危ない。絶対に引き寄せられてる俺。逆にここでちょっと捕まっといたぐらいの方がいいのかな。あー、やっちゃったかもしんない。やっちゃったかもしれないよ。待って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 、こんにちは、さようなら。あー、無理か、無理じゃけ。あー、何あれ、かわいい。何これ。あ、なんか幻覚みたいなのが見えてんのかな。抵抗しとく、一応一応抵抗しとこう、一応ね。さあ、今のうちに上皇師、俺結構すすめなの2つあるからさ、海賊に集中して、海賊に集中して、俺自分で助けるわ、自分のこと。どこ行った。あ、バッチリいるじゃん。さあ動くか。とりあえず近づけるだけ近づけてみよう、遠目からね。いや、これバレてんじゃねえかな。いやーこれきついんじゃねえかな。いや、これきついな。いや、でも解読してくれてるんだよな。いやー、これー今、ナイス。違う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 。それは予想外。今のミスは予想外。おい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 、ブランク出てんじゃねえかよ。ちょっと待て、恥ずかしい。みんな今の見なかったことにして、今のだけは目ん玉くり抜いてくれ。いや、無理だな、これは無理だ。くっそ、頼んだ。あ、よし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 。おい、そこ抜けれねえのかよ。待て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 、仲直りつけてんの忘れてた。くっそ、世の中悲しいことばっか、世の中悲しいことばっか。くっそ、いや、マジクソ今の。うわ、悔しい。人形やられちまったしな。くっそー、惜しかった今の。うわ、マジかよ。あー、でも上皇子逃げれた。よかったよかったよかった。ナイス、グッジョブ。なんだっけ、グッドゲーム。 GG ありがとうございました。あ、いいねしてくれてありがとう。よし、じゃあ次のゲームいきます。さあ2戦目やっていきましょう。今度は軍需工場だね。ここはもうだいぶ初期のところなんで、だいぶ覚えてますよ。そして今回使っていくのは、今度は石ですね。石はね、僕はそこまで使用経験はない。ただ単純に超強かった。当時は超強かったね。今がどうかちょっと分かんないけど、カラスさん、カラスさん、ちょっと見逃してくれんか。
無理ですよね。それは知ってるんだけど、さあまずは見ていこう。周りをね、とにかく観察していく。その観察眼というのはこのゲーム内のスキルでも何でもない、僕自身プレイヤーのスキルとして賄われていく。よいしょ、オッケー、完璧、完璧な調整。そういえばさ、人格レベルが知らない間に100から120に上限上がったらしくてさ、俺100だったんだよね、ずっと。両方とも100でマックスだったんだけど、どっちも20足りない状態なんだよ。で、この動画を撮るちょっと前に2、3回触れたんだけど、全部俺ハンターでやっててさ、だから、ちょっと待って、よいしょ、オッケー。だからね、なんだ、リッパーか、リッパーか今の。ちょっとやべえ、見えなかった。俺が知らないやつかな、白黒かもしんない。黒白無常か、白黒無常だっけ。あー、地下行かれたな、地下行かれたか。あー、いや、リッパーだわ。リッパーかっこいいよな、俺大好きなのよ。 OK、 解読完了。簡単だったね。うわ、結構みんなやられてんな。お、あれなんだっけ、予作の一撃みたいなやつ。さあどうすか、もう一個。やべ、居場所発見された。待って、やばいかな。いや大丈夫そう、俺は今関係なさそう。よしよしよし、もう今これみんなの立ち位置的にもう誰が解読を進めるべきかっていうのはなんとなく分かったと思うんだけど、おお、競り合ってるな、競り合ってるな、小競り合いしてるぜ、占い師が。かっこいい、占い師かっこいいよね。おい、連れてくるでね。あ、違う、あ、違う、連れてきてる。ちょっと待って、頑張って、一緒に逃げよう、頑張って一緒に逃げよう。オッケーオッケーオッケー。とりあえずちょっと俺もおとりになるわ。俺の方見てくんねえかな。あ、俺の方見てくんねえか。ちょっとおとりになりたかったけど無理か。いや、多分これ俺解読しとくのが多分ベストだな今は。あ、よし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 、回復してる回復してる。おいで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 、オッケー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 。あなた超高師さんね。あ、可愛い猫ちゃん連れてる。いいなぁ。欲しい。猫欲しい。よし、解読に集中しとこう。待っとこう。あ、そういう感じではない。そういう感じではない。あんまり乗ってくれなかったわ。なんで止まってんだ、死んだと思ってんのかな。待ってるで。え、可愛い。あんなことできるの、猫いると。超羨ましいんだけど。欲しいわ。あ、待って、放置税か、これ。これ何、これなんか理由ある。ちょっと待って、俺やばい。やばい、ちょっと待って、ブランクあるから俺これが、これ、あれなんだけど、変に言いがかりつけれないんだけど。ちょっと蹴る。いや、来た、オッケー。おい、ちょっとおとりみたいになっちゃったよ、あの子。どうして、調香師さん。調香師さん逃げないの。あ、調香師さんが逃げない。なんで、あの感じだと地下連れてかれちゃうな。とりあえずスルーしてこっち解読しよう。え、大丈夫かな、なんだろうあれ、なんかあんのかな戦略が。お、いいね。あそこ半分ぐらい進んでたから、もうちょっとこの辺進め、大丈夫か、地下にいるね。やっぱそうだよな、ね、でも多分来る感じだと次こっち来ると思うから、離れよう一回。来るよね。いや、そっちか。今、あ、やばい、ちょっと読み違えたくさい、読み違えたくさい。いや大丈夫。おー、ぶれ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 、あぶれ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 、あぶらかたぶらぶらかたぶら、チンプイプイ、10ゲーム10ゲーム5個のツイルで書いてる。うんす、うんす、それはうんす。やばい、俺バレたけど、粘るか。いや、俺のとこ来てるわ。おぶねー、あ、引っかかった、あぶねえ。ちょっとやめて、こんなとこで今ドジっ子みたいなことしなくていいから、可愛い子ぶんなくていいから。ちょっと待って、本当に待って、お願いお願い、マイメロディ、お願い、マイメロディ。よし、待って、ここまで、ここまでこさして、ここまでこさしてくれ、頼む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 。ウェイ、我まだウェイ、我まだウェイ。あ、しょしょ、いけない、ちょっと全然来てる、全然来ている。ダメだダメだ、これはこれはダメだ。巡視者がいたのか。うんふんふん、解読集中しといてくれ。まだ誰も、いや、二人死んでるじゃないか、知らない間に。クソマジか。いや、これはちょっときついわ。え、かっこいい、待って、このリップめっちゃサイバーパンクでかっこいいんだけど、何こいつ、初めて見た。おいおい、知らないうちにめちゃめちゃ増えてるじゃねえか、そんなのかよ。
まあここは助けに来てくれるとは思わねえから見捨てられる覚悟で行くか。海斗くんに集中してっていうとこ。あと1個だしね。いや気持ち悪いなこれ。可愛いんだけどねこのウサギ人形は。いやこれなんとかなんねえかな。あ、占い師逃げてんのか。無理かな。くそー、この注射器あげて。あ、でもリッパーこの辺にいないのか。でも多分巡視いるから見つかってはいるんだよな。ありがとう、ありがとう。ついてく、ついてく、ついてくのやばいかな。いやでもここはもう、おほーいい。単純に気づかなかったよ。いやこれはやらしてくれるか。自己中絶対に無理だな。多分戻ってくる気がするわ。いやあいつここでもうダブルプレイ狙ってるだろ。でも占い師結構逃げてんだよ。よし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 、いい、全然いい全然いい。俺でいい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 。あちくしょう、ありがとうがないのか。ありがとうないのか。じゃあもう先に行くよ。いや先に行くよ俺は。お前にあとは託した。一応抵抗したけど多分無理だから、あとお前に託した。ハッチ見つけといてくれねえかな。ハッチ見つけといてくれてたらもうそれで逃げてくれ。占い師あとは任した。ちょっと感染しようかな。さあ頑張ってくれ。いいんじゃない。でも自己治癒できないからなこの子。っていうかなんかフクロウさんに赤いこの何このあれが光がまとってんの。何これ、なんかのアイテムかな。あ腰につけてるやつか。フェニックスみたい。フェニックス、いややばいね。だいぶ解読してないから。あーカラスもまとってるし、いやこれは厳しいか。これはちょっと厳しかったな。でもこれしょうがないわ、分が悪かった今回は。このマップ結構一杯優位だよね俺の感覚だけど。これはしょうがない。いやーグッドゲームでした、ありがとうございました。それじゃあ最後ねもう一回だけ試合やろうかなと思います。さあ今回の動画のラストになりますが、今回はハンター使っていくのは皆さん大好きリッパーでございます。さあやっていこう。まずここは解読機が近いけど、あここあれここって解読機なかったっけ。あないか、あれないか、勘違いしてたわ。でね、僕はね、やっぱりずーっとやってなかったもんね、リッパーが一番好きなんよ。ね、ちょっと実はね、白黒無常にちょっと浮気したこともあったんだけど、やっぱりね、リッパーが超好きなんだよね。ん？なんだ今の音。あ、近っ。いや、まずちょっとこっち見たいな、でも。今いたか？あ、いた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 、占い師。まず一発食らわしておきたいな。オッケー。船の中に入られるとね、厄介なんでね。で、ここの、なんていうんだっけ、固形村っていうのかな？俺ここ苦手なんですよ意外と。なんでかっちゅうとね、船とか建物とか結構ね入り組んでるところが多いんだよね。やっぱり守らす、嘘だろ、ちょっと待って、今のは普通に恥ずかしいな。よし OK、 とりあえず袋取った。でもあの子に攻撃するのちょっと酷だよな。さあ逃げられちゃったな、船の中に。苦手って言ったばっかなのによ。ただおここで加速ついた。窓に入られなかった。よしよしよし、これはいけるだろう。あ嘘、今の入んねえの。あぶねえあぶねえあぶねえ、これやられない、これできなかったらちょっとリッパーのナースたるよな。そこいるのかな。あでも耳、なんだっけ、耳音な、なんだっけ、耳鳴りかしてないからちいないな。あ待って、俺耳鳴りつけてねえかもしれない。ちょっと感じていないね。とりあえずここスルーでいいかな。で、あ待って、追いかけの音が鳴ってる。なんで追いかけの音鳴ってんのこれ。あいるじゃん、待ってこいつなんなん。あ危ねえ、待って一等航海士ってさ俺知らないけど、何あいつ初めて見たんだけど。なんだ煽ってんの。ちょ待って待って待って、何こいつ何するやつ。うわ何今の、何今の、え待って、何これ、これ偽物、これ偽物か、これ偽物だ。えやばい、知らない、何あれ、初めて見た。何されたの俺今。あでも見たわ、なんか指パッチンされた、かっこつけて、かっこつけて、大事な試合中に指パッチンかます男がいたんですよ。なーにやっちゃったろ。よし、OK、暮らした。あ、待って、あいつ別物か、あいつ弁護士か、ちくしょう。
一等航海士あいつ何者なんだよ。なんか眠らされたのかな、一瞬一瞬なんか深い眠りに落とされるみたいな感じか。もうこれ全部壊しといていいでしょ。意外と遠くに逃げないね。もうこれは諦めてもらうしかねえな。よし、 OK。 なるべく時間を稼いだということか。さすが仲間思いだね。あれ動けない、動く。なんだこれ、なんか箱が落ちてる。なにこれ、とりあえずスルーでいい。なんかあんのかなあれ。あの箱何これ、なんだ、なんもないのか。なんだろう、なんもねえわ。なんだこれ、お、来た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 。あ、くそ、大事な時に当てられねえよな俺って。あ、また眠らされた。こっちだ。ま、騙されねえぞ俺は。ストップ詐欺以外、私は騙されない。うわ、くそ、オッケー、当たった当たった当たった。弁護士か。よし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 、今の結構間一髪だったな。さあこれで弁護士は飛んだでしょう。さあただもうあと1個か解読。あ、まだ飛んでなかった。しかもまたいるね、超講師か。待って、一等航海士、お前が厄介だな。お前厄介だからここで止めておきたい。一回も当たんねえじゃん。ちょっと待ってくれ。祭司か、祭司当てて、あそこにいる弁護士だけちょっと確実に仕留めておきたいな。やばい、ちょっと待って、サバイバーの時もよりちょっと集中したくて喋りきれねえな。集中しちゃうね。でも第五人格実況プレイヤーたちすげえんだな。まだ慣れねえな。よし、お姫様抱っこ。そう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 、でもこのお姫様抱っこよ、これすごいよね。これ可愛らしくない？あの、なんだっけ、ちょうど今やってるなんか最近また出たイベントかなんかなのかわかんないんだけど、あ、なんかもう落とした、気のせいかな。なんかこの青いバラがさ、結構安めに変えて、これによってなんかこれをつけてるとリッパーがなんかサバイバーを持ち上げるときにお姫様抱っこになるっていう、これ可愛いよね。いないな。いや、これ俺多分誘い出されてるというか騙されてる気がする。全然違った、そこだったかい、そこだったんかい。ってことはそっちに近づいてるはずだな。できるだけ退路を塞いでおきたい。そっち向かっいるだろう、さすがに。いや、いない、いない、いた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 、2人いた、2人いた。これ壊しとこう。よし、OK。見たぞ、俺は。お、見たぞ、俺は。ほらな。いやいや、逃げるな、逃げるな。あ、違う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 。まずい、まずい、まずい、まずい。いや、お前、お前もダメだよ。お前も絶対ダメだよ。ちょっと、祭司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 。とりあえず、祭司。祭司を向こうに持っていきつつの殴り、あ、殴れないんだっけ、持ってる間って。いやー、これはじゃあダメだな。祭司持ってこう。これは今俺ちょっとミスってたわ、考えを。いやー、そこは多分解読されちゃうな。祭司を、祭司をお姫様だって、祭司って言っちゃうんだよ、間違えて。モンストのやりすぎかもしんない。いやー、逃げられた、これは逃げられたな。お前、お前、くそバカにしやがって。さあ残るあと一人、一等航海士だけど、いや、あっち側にいる。いや待って、今ショートした、いた。いや待って、これで助けられたらマジ面目な丸つぶれなんで、さすがに。いやでももう引き止める止まってんだよ。オッケー、引き止める終わってなかった。よっしゃ、見たか俺の実力。よしよしよし、13でなんとか勝ったわ。あぶねえ。ちょっとでもなんかリッパーのいいところはあんまり見せられなかったね。やっぱリッパーはね、足が速くなるっていうのがやっぱ尋常に強いんだよな。いやー、ありがとうございました。 GG でした。ちゃんといいね全部押して OK。 さあということで、とりあえず今回の動画ではね、3試合やりました。まあまあちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけれども、まあここまでご視聴ありがとうございました。最後にね、ちょうどこの推理の回だっけが3つ溜まってたんで、これちょっと投げて終わろうかなと思います。いや、久しぶりにやったけど楽しかったな。これ今シーズン7とかだっけか。何も手に入らん、何も手に入らんで、
チキショーガチャ1回ぐらい引きたかったけどな。まあしょうがねえ。といったところで今回はこの辺で終わろうと思います。ということで皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと最後探偵さんを真ん中にしたい。OK。ということでここまでご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ初めての試みというか、初めて動画にするんで、まあ正直受ける、ね、何その視聴者さんと、あんまり興味ない視聴者さんいると思うんですけれども、まあそれもね、ちょっと見ていければなと思います。ということで面白かったですね。だいぶ楽しかった。久しぶりの第五人格。ただやっぱりね、新しいキャラクターの詳細っていうのはちゃんと把握しておくべきだなと思いました。一等公開誌にね、かなり翻弄されてしまったので。ということで、ところで今回はこれで終わりにしたいと思います。面白かったら登録、コメント、評価、ツイッターのフォローとお待ちしております。よろしければね、チャンネル登録した後、通知をオンにして、新作の動画、新しい動画をぜひともご覧ください。次もね、もし高評価や、希望の声が多ければ、第五人格ね、たまにやっていこうかなと思うので、ぜひともお願いします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。今回の一番の見どころは、やっぱりリッパーのお姫様抱っこですね。バイバイ。